スさんってあの結構あまりテレビとか見られないですよね。 NHK とかばっかり見てたりですよね。だからやっぱり私 AKB ですけど、うん、もちろん私のことはご存じなかったと思うんですけど、あのもしあのよろしければ、うん、AKB の誰でもいいので、うん、何かこう何人か名前を5人だけ5人、はい、多くない？72人のうち5人でもきっと知ってらっしゃると思う。わかるわかるわかる、はい、あでもどうしようかな。卒業されたメンバーもいるんですけど、うん、卒業されたメンバーは抜きでっていうことで、卒業した人まだということで、じゃあ5人お願いします。竹内美優ちゃん。おはい、ありがとうございます。あとね、あとね、待って、いや、知ってる、知ってるよ、知ってる、名前が出てこない。名前出てこない。あのね、一緒になったことある人いらっしゃって、マリッコさん。あ、卒業されましたね。あら、マリコさんですね。ダメなの？嘘でしょ？そう、はい、あの人知ってる、前田敦子さん。もう卒業されました。嘘、あ、結構卒業してるんだね。結構卒業してるんだね。誰だろう、ニュースで見た、あのなんかヤフーニュースで見たことは、川島さんっていうよね。川島さん、川島さん、川島さん、川、川、あ、川、川は合ってます。川島さんっていなかった、なんか巻き込む、なんか事件に巻き込まれた。川で、川は合ってます。川、川内さん、川違います。これ言っていいの、川江、川江です。川江、川江さんね、そう、楽屋ですごい話題になった。ああ、そうなんですね。さんのと、もう結構、結構卒業してんだね。秋元才加さん。もう卒業されました。嘘でしょ。秋元さん知ってらっしゃるんですね。なんか、なんかでね、一緒になったのか、なんかあの楽屋の紙で見た、うん、AKB48、ね、秋元さん、秋元さんこちらみたいな。テレビ局行ったら貼ってある。あ、なるほど。今日この方もいらっしゃるんだ。おお、すごい、秋元さん、すごい覚えてる。嘘でしょ、もう。山田奈々さん。あ、え、なんで、山田奈々ちゃんは NMB なんですけど。いいでしょ、一緒です。でも、でもすごい、でも AKB グループなので、じゃあ OK です。 OK。 え、山田奈々さんは、あのね、番組でご一緒させてもらった。あ、そうなんですね。私のね、応援をしてくれてた、わらちゃんの。あ、え、あと待って、あと2人、あと2人、あ、じゃあヒントというか、ヒント、ヒント、AKB の総監督って呼ばれてる方が一番有名というか、秋元さん。いや、違います。秋元康さん。違う、それはプロデューサーなんですけど。いいでしょ、いいでしょ、いいでしょ、一番偉い人なんだから、一番偉い人なんでしょ。でも、いや、オッケーオッケー、秋元康さん。じゃあ、あと1人、あと1人、あと1人、じゃあヒントは、じゃあ今年総選挙で1位になった方、わかりますか？あー、そっか、まゆゆさん。あ、そうです、そうです。あ、オッケーかな。オッケーかな。フルネーム、フルネーム、あ、まゆゆさんのフルネーム、田中まゆゆ。違いますね。正解は渡辺真由さんでした。真由優さんじゃないの？真由です。真由からメンバーがニックネームをつけて真由優っていう名前。あ、そうだ、ニックネームなんだね。そうなんです。キラキラネームだなってずっと思ってて。いやいやいや、ニックネームです、ね、あ、そうだった。そうなんです。そうそう、すいません、ごめんなさい。いやいやいや、これから一生懸命勉強する意欲はあるので。いやいや、でもね、もうメンバーいっぱいいるので、うん、なかなか覚えるのも大変なので、うん、なるほど。